こんにちは、皆さん、中山茂樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。3日4日前ですかね、俳優の三浦春馬さんが、亡くなりになったということで、自殺されたということで、すごい最初、僕はその時先輩とコーヒー屋さんにいてコーヒーを飲んでたら、三浦春馬さん自殺したみたいだよっていうことを聞いて、最初えっと思って、なんか全くその自殺というか、そういうなんだろうな、まあ、僕ももちろんその俳優さんとしての姿しか知らないので、なんか悩んでるというか、そういうのは全く感じられる雰囲気の人ではなかったので、ちょっと溜め込んでいたものがあったのかなと思って、なんか本当この 2,3 日そのことばっかり考えて、人って本当にいつどうなるのかわからないし、今日大丈夫だから明日も絶対大丈夫っていう保証はどこにもないんだなっていうことを思って、それでなんか本当に日々毎日をちゃんと大切に生きていかないといけないというか、でもそれもまあ聞く人にとってみたらそれもまたプレッシャーになってしまって、もちろん僕も毎日毎日、あまりポジティブじゃないので、ネガティブなことをすごい考えて落ち込むことが多いんですよ。で、落ち込んで自分ダメだとか、自分が存在する意味がないみたいな、こうスパイラルに陥る人って結構多いと思うんですよ。でも別に生きてることにそんなに深い意味なんては多分ないと思うんですよね。なんかこれを絶対成し遂げないといけないってこともないですし、まあなんだろう、自分の楽しいように人の迷惑にならないので、でもその代わり謳歌していく、それを謳歌していく。なんか僕だと最近だと、ジャンクカメラのフィルムカメラをなんか買うことにハマっていて、実際撮影とかにも行くんですけど、こういうやつですね。これってもう製造はされていないんですよ、この、生産中止。まあそうですよね、今フィルムカメラを新しく、販売するってのがほとんどないので、ほとんどが今もうこれはフィルムカメラは中古市場にしか、ほとんどなくて、でもそれを買い集めて、まあ友達とかにもそんなに買って何に使うのって言われるんですけど、なんかコレクションとかって確かに意味はないと思うんですよ。例えばなんかこういう陶器とか、マグカップとか、なんだろう、器とかだって別に全部100均のものでいいわけですよ。利用するっていう、なんて言うんだろう、使用するだけなら別に伊万里焼ではなくてもいいだろうし、ウェッジウッドじゃなくていいだろうし、ロイヤルコペンハーゲンじゃなくてもいいんですよ。でもそれを言い出したら、全てのものって存在の意味なんてないと思うんですよ。なんでじゃあ車買うのかって、その高級車とか言われるやつが存在する理由って、だって別にフェラーリだったりポルシェだったり、その高級って言われてるやつはトヨタ日産より、何かこのなんだろうな、人間が移動するっていう手段としては道具っていうだけで、そこは一緒のはずなんですよ。ただエンジンの音がいいとか、安全性が優れているとか、デザイン性が優れているとか、そういう差しかないと僕は思うんですよ。まああとはまあもちろん、まあ詳しい人からしたら全然違うもんだって言われるかもしれないんですけど、なので本当になんかこの人がこうなんだろうな、人のことを嫉妬とか、人のことをなんかあいついいのばか持ってるとか言ってこう嫉妬するぐらいだったら、じゃあ自分がそれ本当に欲しかったらそれを手に入れるべきだし、なんだろう、まあでも僕も自分でそう思うこととかあるんですよ。だからそれはあんまり思っちゃいけないなと思って、だってそれって他の人の自由だし勝手じゃないですか。だからそういうところでなんかこうこうこうするべきだみたいなことを考えるだけでもすごい負のオーラが入ってしまうので、あ、楽しそうだな、いいな、俺もやりたいな、だったらやればいいだけだし、まあ最近だと僕はなんか周りの人がキャンプをしてるのを見て、あ、キャンプやりたいな、でも本当にやりたいのかな、ただ周りの人がやっててちょっと楽しそうだなって思って、で本当に楽しそうだったら一人でもやれるはずなんですよ、別に友達とか集めなくても。でもなんか、いやでもキャンプ楽しそうだけど後片付けめんどくさそうだなとか、行くその場所まで行くのがすごい大変そうだなとか、いろいろ考えちゃうとやらなくなって、でそれって本当にやりたいことではないわけですよ。
多分今僕が本当にやりたいことは部屋で YouTube 面白い人の動画を見て自分も動画撮ってそれを配信することとか、あの本読みたいもの読んで、でも最近それもできてなかったのが YouTube の方が面白い人がすごい増えてきて、 YouTuber っていうものがすごい面白いなと思ってきたんですよ。最近だとあのベテランチさんっていう、なんかあの灘高校から東大の理さん医学部に行った人の動画をずっと見てて、でも本当に話も面白くて、しかも教養ももちろんある方なので、なんか内容がどんどんこういろいろもメモ取ってるレベルでなんか面白いので、そうやってなんか去年一昨年には存在を知らなかった人たちがどんどん現れてきて、それってやっぱりまあどんどんその更新していくべきというか、なんだろうな、自分が興味があることって毎日毎日変わるじゃないですか。例えば僕台湾に来るまで別に豆乳ってものそんなに好きじゃなかったんですけど、2015年から台湾に来てて、それでもう5年ぐらいほぼほぼなんか豆乳ばっか飲んでて、でもこれも多分前は牛乳っていう存在しか知らなかったし、で最近は豆乳より美味しいなんかオートミルクってやつがあって、オーツで作られたミルク、ただまあちょっと高いんであんま買えないんですけど、なのでじゃあ次豆乳の次はオーツとか、まあ僕もなんかね、カメラとかもいろいろちっちゃいのを今まあ週1回ぐらい、まあ安いんですよ、1つだいたいまあ1000円しないぐらいなので、買っては試して買っては試してをしてて、でもまあ多くの人にはなんで携帯あるのに携帯で撮らないの、携帯じゃダメなのって言われるんですけど、別にダメではなくて、携帯でも素晴らしい写真って絶対撮れるし、いいんですけど、ただ僕はカメラっていうものが好きで、フィルムとか、これはフィルムじゃない、デジタルなんですけど、フィルムカメラが好きで、だから使ってるだけで、iPhone のアプリとかでフィルムっぽいやつとかあって、それでも全然いいなって思う時あるんですけど、ただこの ものが好きなのはもう仕方ないじゃないですか。なんだろうな、あとはなんかじゃあ好きなアイドルがいるってのに、いや何々の方が可愛いよとか誰々の方がイケメンだよとか言ってそれを否定するって、いやその人の個人の価値観じゃないですか。なので CD を何枚も買う人とかはすごい僕気持ち分かって、別に握手がしたいだけっていうよりかは、多分そのものがすごい CD が欲しいとか、だから僕もあのフィルムにしてこうやって CD になってこれを集めるのがすごい好きなので、うん、なんだろうな、まあみんな好きなことやるしかないんじゃないですかね。あとなんか最近だとそういうのもちょっとあって、アナログなものが好きで、これは手紙の封筒ですかね、でこれにあの切手とか貼るじゃないですか、切手をこうやって貼って、だからこういうのもなんか、あ、それって LINE とか Facebook のメッセンジャーだったらそういうのがないじゃないですか、だからそれもなんか物としてすごくいいなと思って、で僕の先輩に、すごいいろいろな、趣味多趣味な先輩がいて、その方も靴を集めていたり、でも本当に靴も僕が遊びに行った時に20足ぐらいあったんですよ、革靴だけで。なんでこんなにあるんだろうって思ったら、多分あ今日はこれを履こうとか、今日は雨だからこのやつにしとこうとか、まあ多分お気に入りの順番とかもあると思うんですけど、なんかそうやって革靴しかり、趣味性のものってなんか、まあなんだろうな、他の人から理解されないと思うんですけど、まあ、それでもそれはその人の人生なので、でそれで興味があれば試してみればいいっていう、なのでちょっとこう、まあちょっと自殺はさすがにね、別に試すことは進めないというかね、もう一回死んだらおしまいになっちゃうんであれなんですけど、本当に興味があったらやった方がいいと思います、まあ、そんな感じです、うん、なんかちょっと話まとまってないんですけど、まあそんな感じです。ちょっと最初の話とはずれたというか、結論こういろいろなっちゃったんですけど、まあ、あの皆さん楽しそうだなとか思ったことは絶対やった方がいいので、後悔してもまたそれやったっていう経験は絶対生きてくると思うので、はい、そんな感じです。それでは。